ジャンナビリーチ、プロ雀士もやっている本格派オンライン麻雀ジャンナビ。はい、お待たせしました。それでは2回戦をね、はい、始めていきたいと思いますけれども、はい、とりあえず1回戦の結果振り返ってみましょう。1回戦が、田之内プロがトップ、2着が芝プロ、3位がナンプロ、4位堀プロで終わったんですよ。はい、はい、2回戦頭取りの勝負で、かつどうしようもなくなった時は一つでも上の着順を上げるというコンセプトのもとでやってるので、ね、まあ、田之内プロがトップならもう無条件で田之内プロが優勝。今向こうでもね、なんか紙広げて、なんかそうですね、条件確認してますね。で、芝プロとカナンプロは田之内プロと2着順差をつけてのトップなら、まあもう無条件で、堀プロは自身がトップの自身トップが必須で、かつ田之内プロを3着以下に落として祖典がいるといった結構厳しい状況になってますね。まあ、はい、あ、どうぞ。まあ、とりあえず、まあ、すごい簡単に言うと、みんな田之内くんが嫌いで落としたいんですけど、はい、まあ、芝だけは2着、自分2着でも田之内がラストかになれば、まあ、まくれるかもしれないよって感じですね。堀さんはもう切れてますって感じですね。そんなのいいんですか。まあ、すぐ、やざっくり言えばですね、はい、まあ、だいぶざっくり言いますけど、2回戦の状況をざっくり言えばですね、はい、まあ、とにかくトップは必須ですね。もうそうですね、はい、田之内もなんだかんだでトップじゃないときついんで、堀さんがトップで田之内さん2着とかだと生き残りパターンもあるんですけど、そうですね、何設定かにありますけどね。まあそうですね、その2着まで通過のトーナメント設定なのかとかなんだとかいろいろあるんですけど、ね、まあ、基本的にはとりあえず頭を取ってもらって、頭がもう無理だなって思ったらもう2着3着1つでも上の着順を上げていくと。今ちょっと細かいスコア上がってくるんで、上がってきたらまた発表したいと思ってます。はい、オーラスの前に出ます、ね、もう一度条件確認しますので、みんな確認終わりましたかね、はい、対局の準備が整ったようです。よう、お、お、どうだろう、いきそうですけどね。どうだ、ドン、はい、来た。本当に堀さん、ちーちゃ、はい、ちーちゃから堀、なんちゃ、棚内、シャーチャ、芝、ペチャ、カナンでスタートですね。はい、じゃあ2回戦開始してしました、はい、そうですね、堀プロはもう本当にトップ取りたいんで、そうですね、はい、またね、1回戦ラスっていうかトータルラス目で聞いちゃっていうのがね、辛いですね。そうですね、間違いないです。高速でやることなくなるパターンありますからね。そうなんですよね。とにかくドラガリアンスをまあまあじゃないですか。お、いい、ちょっとね、1回戦元気ないって言われたんで、ちょっと2回戦元気出していきますね。芝がドラトイツ、これ左上くらいのは大丈夫ですか。左上くらいのは、まあ、はい、大丈夫です、大丈夫ですか。いや、よくわかんないです。さあ、これは白も切って、まあ、リージ飛行ですね。はい、これはもうファンパイ重ねるか対応に行くかって感じですよね。トンハク引っ張って、ね、お、行けました、泣けるんで、はい、細かいスコア上がってきてますね。田之内が 66.7、 芝が 10.7、 カナンが 16.1、 堀さん、堀プロが 61.3、 はい、 OK です。これ堀さんだいぶ厳しいですね。トップラスかつ3万点差ぐらいは必要なので、やられたことでそっくりやり返せばいいだけの話なんで、まあ、そうですね。ただうっかりするとなんか、はい、柴くんがヒュってくるかもしれないって話ですよね。そうですね、泣いてみましょうか。本当はね、イーソーリアンソー切りたいんですけど、はい、ヤンソーがドラだけにって感じですね。そうですね、まあ、イーソー切ってヤンソーだけ浮かせておくのもありだと思いますけどね。3層のフォローは切ってヤンソー重なってもいいんで。あ、僕そっち派閥です。そうですか。わあ、結構痛いこれ。一応あれ E1 から切った方がテンパイチャンスは多いんですよ。ウーワン引きとかもあるんで、で、その3引きのリャンパワー、そうなんですよ、はい、まあ、ドラがリャンソーなんでリャンパワーに受けないからっていう理由でのリャンは先切りだと思うんですけど。お、一球や、一通倍返しな、20本積もう、マジみんな帰れなくなるんですけど。そうですね、20本はやばいですね。僕らいなくなるかもしれないです。無人無人、あとお願いしますみたいな感じで。
イーフィンの問い落としですか。キューピン行きましたね。泣きたい泣きたい。おじさん早く帰りたい。もうチェイソーとか持ってきたらもう前ですよ。こんなマジですか。マジですマジです。拡張高いですね。はい、チェイソーぐらいは許してもらえません。うん、まあそうですね。はい、しぶしぶ。それ以外はもう取りましょう。それから取るんですけど、いいシャンテン張らない。シャンテンです。さすがにこんぐらいの手だったらもう先手取らせてくれって感じですよね。本当にイライラしてますね。ね。イシャンテン、イシャンテン。でもチートインにはしたくない。あんまりしたくないけど、渋渋渋。はよせえや。本当にね。思ってますね。絶対思ってますね。思いますよ。ああいうのマジティンホーとかしてるときにああいうインシャンテンだったらもうわーとか言ってます。大丈夫ですか。マウスとか投げてないですか。いやマウスはちょっともったいないんで。なるほど。ああテンパ入れられた先に、しかもこれ入り方によってはリアムスを飛んでくるんじゃないですか。まあそれはないか。スーアンチーワン引きぐらい、スッチーワン引いたら、うん、さよならですね。辛いな、辛いゲームやで。もう晴れ、もう晴れ、いい加減晴れ。張らない、張らない。先に3ピン切った後に4、2って持ってくるっていうね。おはぐ切って目いっぱい。まあ守備力高いんでね、全体的に手配に対して相手の。晴れ、張らない。張ったリッチ。ようやくですよね。散々皮ぬるくなってからリズっていうね。そう、しかも3は。安直には降りたくないですけどね。まあまあ、堀のリーチなんで、まあまあ。まあまあまあ、まあ、積もれ。これ、ヤンスソーもうないんじゃないですか、もしかして。ゼロじゃないこれ。積もれとか今言ったけど。ないですね、ゼロですね、これ。1、2、3、4、5、6、7、8。カウント8。カウント8。終わった。あとはもう、カナンプロもでも8ってことですからね。そう、順から対順から。まあ、カナンが押し切れるか、押し切ってテンパイ取れるかぐらいですか。まあ、あまりにもやばい牌引いてきたら、どっかで首を上げると思うんですけどね。まあ、特に想図。カナンピーはね、それほど押す意味がないんでね。そうなんですよ。別に勝負手でもないですからね。これちょっと想像は打ちづらいんですよね。カナンプロもちょっとみたいな牌持ってきたらすぐ逃げるでしょうね。いや、渋いな。これ堀さん流局すんのか。散々待たしてあげく。本当ですよ。お、間違いでテンパイ取れるかも。ウーアン切るんですかね。通りそう、中筋だけど切らない、切らない。そんな甘いことしないよ。これはつもぎりますね。大人？うん。かかん？しないんですか？僕はね。しないんですか？しないですよ。ウピンが少しでも当たりそうなら、キッシュすることもありますけど、これはもう、当たるパターンが僕は見当たらないんで、します。じゃあ、前に切ります。もしくは、自信が親だったら、するかなぐらいですね。あるいは、ドラドラ以上の勝負手であるとか。これなんか、角谷さん、これ、チュンとかでもやってましたもんね。やるでしょ。いや、ドラ乗るじゃないですか。しかも、果敢でしたね。ちょ、数ピンの枚数数えてからしますけど。マジか。3枚出てたんで、もうどうしようって感じですね。マジですか。した方が得っぽいですか、ちなみに。いや、わかんないです。上がりたいんで。はい。はい、ホリカーンの2人転敗ですね。まあ、カナンとしてはふーって感じですね。そうですね。変な引かんくてよかったって。なんで上がれないんだよって。なんで上がれないんだよまでいきます。いや、堀さんはね。あ、堀さんはそうですね。よりによってリアンスを残ったかって感じですね。まあ、Gマンとか引かなくてよかったって感じ。まあ、そうですね。はい、トン一局一本はドラが3層ですね。
堀さん手入ってくれ。ちょっとなんか辛そうなんですけど、あ、ドラドラちょっといいか、ちょっといけるか、初重ねろ、初重ねろ、どうだ、はい、死ぬほど感情移入してる実況になってますけど大丈夫ですかね。山間応援していく感じでそうですね。他はどうでしょうか。チパクチパク、チパクいちゃって、まあまあ、柴さんもまあまあ、カナンプロが泣けるいい、泣けるが泣かない、マンズから行こう、マンズから行こう、なんからちょっと泣きづらいですよね。イーシャンテン、シャンテン、あっという間にイーシャンテン、格差が激しいな。まあ初戦この世はね、格差社会ですこれもうマンズ全部切ってビンズ行きましょう。1,2,3,4,5,6,7,8、まあ田の内がさっとテンパれば状況はガラッと変わりますね。これ田の内さんリーチするんですか。するんじゃないですか。9ピンアンコっても、9ピンアンコってもしましょう。なるほど、はい、リーボ1本で森さんは早く早くテンパりたいですね。そうですね。でカナンプロもね、今一気に手配引きしまったんで、いい山を引く。さんね、これもう泣きたいですよね。いやもう泣きますよ。うん。割と何でも泣くんじゃないですか。数層から泣きそうですね。数層も泣きますね。さてここで9ピン先に反したりするんですか。いやいや拡張高くいくかなと。ドラフト。そうですね。さすがにね。これで一気にみんなやりづらくなるんじゃないですか。特にカナンはね、自分で切ったんですけど、はい、神茶なんですよね。そうですね、チーされるんですよね。そうなんですよ。で自身がピンズ以外前に切ってしまうような状況になってるんで、でも逆に、はい、これだともういいやってなるかもしれないですね。もういいや、ああ。もうちょっと進んでたらこれもう、あ、こうなるとね、もうファイヤーモードに入りますね、まあ、とりあえずトングライト系からの、はい、からのですね。あ、おいい、世界一嬉しい牌を引いたかもしれない。やっぱなんかビハインドのある方を応援したくなりますよね。まあそうですね、ね、人間というものはピンズしか引かないんですけど、とりあえずいいピンは前ですね。なるほど、あ、いいピン前いいですね。これバランスいいなうん、お、ほう、ピンズ高いですしね。そう、 みんなさばきに来るんですよね。さばきに来るんですね。うん、まあ残りにテンパイっぽかったらもういいんでしょうけど、お、マンズ抑えてますね。どっちどっちがいる、ロマ握れ、テンパりましたよさすがにね、ドラポン入ってなかったらですけどね、うん、そうなんですよね。でもかといってどうするんですかね。これ数層、あ、数層で味見ですか。せめてね、なんか別の牌がドラだったら、私もね、3層以外の。どうします、角谷プロは。お、行きましたね。いった、うん、すごい強気ね。でもこのスチーピンめっちゃ上がれそう。なんかいや、まだいいシャンテンですね。ん、あ、本当だすごい、あれ行くんですね。あれ行きましたね。3層4名のリアンソー、これはリアンソー当たるパターンないですよ、うん、張ってない、はい、まあ数ワン通りそうですし、ね、4切りましょう。ウワン行くか、ウワン行きましょう。ウワン2枚切れなんで、ハゴ、うん、か、うん、どうした、難しいか。悩んでますね。何と悩んでるんですか。レアンは前に切るかどうか悩んでるんですかね。お、数ワン、数ワン行きましたね。うーん、おー、強い、強し、リーズもテンパね。はい、700、1300は800、1300っす。これがやっぱタイトルホルダーですね。さすがですね。いや、なんか始まる前に、はい、いや、もうみんな B リーグなんですね、同じリーグなんですねみたいなこと言ったら、いや僕は B1 なんで切りって言ってる他みんな B2 ですからね。そう、他の3人は B2 だけど俺は B1 なんで切り言ってましたね。言ってたんで、
やっぱ格の差をね、リーグの差を、リーグの格の差を見せました。そうですね、すごいな、あれリーチ行くんやな。あれすごいですね。角谷さん行くんですか、あれ。厳しい、角谷さんが行かない。ちょっと悩みますね。なるほど、悩んでいく。3走切ったら行くと思う。ああ、なるほど、3走切る、そうですね。ただどっちみち役割転配には絶対ならないんで、あれ。そうなんですよね。田之内ハイパイチートイドラドラいいシャンテンでした。でも芝もいいですね。そうですね、もうこれマンズの本質とかにしたいですよね。まあ他の2人からしたら安くてよかったって感じですね。そうですね、これで曲が進むなら。そうなんですね、そういう意味で言うと、こう堀以外の3人にとって得で、はい、堀さんだけがイラッとする展開じゃないですか。まあそうですね、それは自分にとってどう得なのかみたいな、まあ、もちろん上がれたら得なんですけど、はい、ね、1万2000振っちゃうリスクもあるんで。そうですね、まあ、でも今のリターンが多いと見て田之内はリーチしたってことでしょう、うん。どうする、どうします、チートイのシャンテンだけど、僕はチートイのシャンテン維持しますけど。まあそうっすね、うん、あ、難しい、これちょっと横伸びしてもまとまらんそうなんで。そうなんですよね、イーソーリアンソーって持ってるんでね。そうなんですよね、横伸びした時もうちょっとまとまりそうならチートイ見切ってもいいんですけど、ちょっとあまりにもゴツゴツしてるんでチートイ読み切れないと。まあね、一歩でもうテンパですからね。そうなんですよ、いやでかいですよね、やっぱりなんだかんだでいいシャンテンは偉いんで。どうしましょう、リャンピンとか切っちゃうか。リャンピン、まあ、リャンピンは大人ですね。え、違うんですか。いや、いいと思います。9ピンとか切ってもいいと思いますけどね。お、トイトイフォーか。そうですね、これは泣きそうですね。シャーだけ1枚付加してもいいかなぐらいですか。そうですね、うん、ちそうアニサス、アニサスちょっと考えてやる。イーソーかチーソーかで悩んでると思うんですけど、切っちゃおうかな。ポンコロか、まあ、泣きますね、イーソーは泣きますね。そうですね、これで数層切るとね、さすがにちょっとね、皮がねえらいことになるんで、うん、そうですね、丁寧に。堀さんからしてもないんやねんみたいな感じです。そうですね、ピンズ切っていくか。まあ、イーソー、はい、厳しいな、イーソー流れてるけど、あと1個かな。まあ、5チー9って外すんじゃないですか。ウビン切っちゃおうか。うん、そうしましょう。間違えて順ちゃんならんかなと思いながら。それだいぶ間違えてますね。え、ならないですか。いや、なることはありますよ、もちろんなることはあるんですけど。おお、一瞬で必死で、うん、さばけさばけさばき。まあ打点もありますしね。どうしましょう、もう手配だけで言うとチーソーなんですけど、つもいったつもいった方、ほら、なんかチーソーいいと思ってるんですか。うーん、どうなんでしょうね、どうしますこれ。そうでも、まあ、あーチーですねこれね、うん、そう、マンズよりはソースの方が絶対泣けるんで、うーん、一瞬でテンパイ、まんまんまんで泣けるんですか、ね、そうですね、5200テンパイですね。で、イーソーが枯れた、これ当たりハイです。これはね、打たないと思います僕は。でもね、なんで打ったら安そうなんですよね。そうですね、ファンパイアンコじゃない限りは、ね、そうなんね、ファンパイとなんかのシャボだったら安め2、6って言われるんで、いや、2000って言われるんで。そうなんですよね。あマジかよ。まあまあ泣かれてますからね。でもう一枚 ローワン切るとなんかローンもあるんじゃないかって思って、ね、そうですよね、うん、2度受け2度受け法みたいな。それ気分悪いですね、3、6、6って切ってチーチーローンって言われるの。抑えれるね、ローマンだったんでね。そうですね、まあ、名人戦マジで地獄とかしてほう、ほう、後で見てみます、ね、後で見よう。ああ、まあ何切らなかったら多分堀さん何切らないと思いますよ、言いそうないし。そうっすね、うん、これ9万の方がいいんすか。どうなんでしょうね、9万の方がいいと思ってるんでしょうね。パでもこれ9万山にいそうじゃないですか。カナンプロが2巡目に1で切ってて、堀さんが2巡目にパワー1切ってて、で田之内プロも9万持ってるような捨て牌ではないんで。あ、でも何、あ、そっか、何パンパイなんですね。そうなんですよ、間違えてました、さっきの。あ、ほらこれ打つんじゃないですか、うん、そこの9万当たるのもレアケースなんで。そうですね、ローマン泣いてないんでね、うん、そうなんですよ。まあ残球なら許すかぐらいですね。やめろチーズはみたいな。そうですね、
はい、トモさん曲芝の親になりました。芝強いですね。そうですね、芝プロはトップで田之内さんが2着の場合だとちょっと条件がいるんですよね。1万6000点をつけてのトップ2着、まあ、まだ考えるとこじゃないですね。そうですね、まあ、とりあえず叩けばいいんで、まあ、トンバはね、言うてまだトンバは普通に打てばいいと思うんで。そうですね、もうあれですね、テンリーダーが気になるような勝負はするなってことですよね。かっこいい、本当に片山さんですか。はい、無料カルトが言ってました。へえ、倍マン目指すんですね。3倍マンですね、さすがです。はい、森さんはちょっと厳しい。チパク、チパクだが全然仕上がる気しないけど、これは本一ですね。さすがにドライイーソーなんでね、向かいやすいですね。そうですね、ドライ色の本一はやっぱ打点も結びつきやすいし、周りから見てのプレッシャーもかかるし、いいことばっかり。今回ちょっと長引きそうじゃないですか。そうです ね、まあ、芝さんが素早くまとめてくるかどうかだけの感じになってきそうですけど、かなやっぱりトン鳴かないんですかね。鳴かないと思いますね。鳴かなそう。鳴くと守備力があまり高くなくて打点もない仕掛けっていうのはカナンプロはするイメージ全然ないですね。リーグ戦でもそうでした。リーグ戦でもそうでした。なるほど、言うこと当たってないんで何とも言えないんですけど、でもそのいう印象を受けてます。へえ。おー、熱い、いいとこ引いた、うん、全然長引かなかったですね。うん、厳しいですねこれね。これ厳しいですね、めっちゃ厳しい。今のでチパキュもなくなり、無形であり、あそこから上がれる確率って何パーセントぐらいあるんでしょうね。あ、これ強烈ですね、 6% って出てくるの。そうでもないですか。いや厳しいですね。トン切れ、飛んだ飛んだ、トン行こう、キューピン。なるほど、両方かけましたね。ファーピンの受けは捨てて単ピンとトンアンコに備えたって感じでいいですか。そうですね、まあ、これまあトン切っちゃってもいいかなと思ったんですけど、僕はトン投げますけど。はい、出た、はい、これもうね、何パーセントぐらい両面以上なんですかね。僕相当両面以上と見るんですけど、このリーチ 97% ぐらいですか。そうなんですよ、8、6って切ってくると手厚がまだ単純に足りてない可能性はあるんですけど、6、8はもう満足十分系じゃないですか。まあそうですね、そうなんですよ、しかもチューン吐くって切ってるんでね。そうですね、自敗自敗6、8にゃわん、もう両系ですよみたいなリーチですよ。あれ終わった、堀さん終わった、堀さん切る範囲もないんじゃないですか。まあチーピン9ピンぐらいですかね、6、8って切れてるんで、フィンズは通しやすいし、まあ、まあ一応まあシャーとかもまあそうです、ね、ただシャーこの手でね、シャー切ってね、もう2件目とか切ったらもう発狂なんでね。そうですね、これはフィンズ切った方がいいと思います。シャー行きましたね、まあ、ひとまず、うん、見た目の、まあ、次フィンズ行くんじゃないですか。 今が大事。そうですね、まあでもチーピンと9ピンが田之内とかカナンには切りやすいんで、どっちかがどっちかには、うん、確かに3件リーチとかそうならない、ブベーしごろー。これね、これね、クソ痛いですね。しごろー。これはマジで痛いです。多分ちょっと後悔してると思います。6ブロックにしたらあかんのちゃうっていう話したんですけどね。そうですね。まあ押し返せるけど。まあまだまだ、まだ全然いける。うん、3は、これ危ない。これは危ない。いや、全然いけるっしょ。うん。え、3はいけるっしょ。ああ、いけるか、いけるパターンのやつですね。全然いけるでしょ。いけるパターンのやつでした。すいません。いや、全然ってことはないんですけど。まあ、割と切りやすいですね。まあ、通ってない範囲の中では、うん、当たる可能性はもちろん全然あるんですけど。割と当たるパターンが限られてるやつでした。ね、あの、手配だったらもう、知るかボケ。うわぁ、なんか、もうこれ3はいこう。いける、3はいける。これね、2回目のテンパイ逃しなんですよね。いった。まあ、でもさすがに一旦パーピン切っちゃいそうですね。まあそうですね、うん、これ先にシワがスチワンつかむようなことがあるとちょっと後悔が残るかもしれない。さすがにこの手はね、押したいですね。うん、押しどころですね。まあそうですね、ソーズの武蔵持ってきた時だけ考えたらいいと思いますね。うん、あとリアンウピンと
ね、ニャンピンは僕切らないですけどね。ニャンピンはテンパイなんで意図して。このサブロック層自体もそんなに枚数はないんで、1枚、うん、2枚、3枚、4枚、5枚、高めし頃、5枚、高めし頃でリーチしましょう。7枚、このスチアも薄いけど、いけ。8枚、9枚、うん、あと3枚。あと3枚。スチアン薄いと言ってもまあまあありますね。スチアンは1枚、うん、1、川に、川に3枚と、手配に1枚、4枚、4枚、3対4、3対4、カツル。思ったよりあったな、薄いと思ったけど。カツル。危ないあ、でもウーピン取ったんですね、直前に。直前にウーピン取ってなかったら死ぬほど危ないんですけどね、あれ。投げるやつですね。投げますね、僕はここに投げます。おお、勝った。ふう。ダンドラ。よしよし、うん。ハラハラしましたね。5200の横移動ですね。横移動って言ったらへんか。芝からかなに5200ですね。平然。平然。平然。どっちが上がった方か分かんないですよね。そうですね。なんか打ち込んだかのようになってますけど。そして。上がって親持ってきた？持ってきました。これ流れいいやつですね。言いますね。カナンの親でトン4曲ですね。ドラガースピン。ダブトントイツ。ダブトントイツ。いいね。そして白も重なる重ならない。いやでも結構瞬重なりましたね。なんかこれめっちゃ良くないですか？これいいですね。微妙ですね、なんか、うん、本一にしたいですけ ど, けど何の本一にするのって話ですもんね、まあ、ちゃんたダブトンちゃんたチュン、うん、なるほど。いや無理ですけどね、それダブトンチュンでもう満足ですよね。チュンがヘッドになると思うんで。そうですね、芝さん、芝もまあ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 ですね。まあ、とりあえず一旦ダブトンあるんで普通につけましょう。そうですね、ダブトンことかだとポン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 パンですか。行きましたね、あくまで普通に。はい、堀さんも今回悪くはないですよ。打点が伴ってこないですけど、パーマンな、チューンもちもち、チューンもちもちになりましたね。パーマンからいくかですか。パーマンでもいらなくないですか。僕はまあパーマン切るんですけど、ヘッドが欲しいんですね、どっちかというとチューン泣いた時のために。はい、パーマンヘッドになりました。あ、上手。はい、パーマンがヘッドになるとね、ちゃんとなくなるんで。そうですね、間違いないです。俺チューンもちもちになったんですよね、直前の。あのそうなんですよね、まあ結局だから多分ダブトンで上がる形に。おペー重ねて、うん、少しなんかね、これももう一回親あるんでね、親落ちるまでは。俺もいるぞと頑張りますよ。いやこれ変に遠慮しちゃうとね、一番ダメなんで。そうなんですよ、マージャンは遠慮するなって太郎さんが言ってました。さすがです。これはパーマン行きましょう。パチパチ、さすがにね、うん。こういうのがね、すごい堀さんっぽいですよね。そうなんですよ、ドライなんですよね。うん、この1スピンないんですよ、ただ。ツラタン。こんな良さそうな。ほら、なんかこうなりますもん。E ピンでええよって思ってたはずやのに。E ピンもないですから、ね。E ピンでいいと思ってたはずやのに。テンパイ。これはもう、カナンプロもファイアーモードですね。まあ、しばらくね、見ずに押しますってやつ。うん、お、偉い、大人。大人、僕は。こういうとこがね、裾切るでしょ。いやいや、堀さんっぽいなと思って。わかります、めっちゃわかります。すごいね、辛いんですよね、堀さん。そうなんですよ。僕一発でスーソー打ってましたね。もう余裕で。放り上げますよね、叫んだよっつって。大体通る。うわ、すごいな。なんか当たり牌しか引かないですよ。これ、ローソー引いたら天才ですね。すごいですね。あー、スーピン出てたって思ってるけど。当たってるんで。当たってるんで、セーフです。あ、でもすごいですね、あれ止めれるんだな、すごい。絶対切ってしまう。その切ったことで得することももちろんあるんでしょうけどね。まあ大体通りますからね。そうなんですよね。おお、すごいな。そこだったらなんか折り切れないなって思って押してしまうこともありますしね。そうですね、うん、押し切っちゃった方が安全なこともあるんで。おすごい、どうしよう。まあスーピンめっちゃあるって思ってるけどもう通ってない、ね、そうなんですよ。あーすごい、堀さんっぽい。いやちょっと堀さんっぽいとこ見れてよかったです ね
田の内もちょっと苦しいんですよね。この E1 とかリーチには通りそうなんですけど、仕掛けに当たりそうなんで抑えてますね。その今の E1 切らないのとかも大事。カナンに当たりそうなんですよ。うん、うん、カナンがねドライチャーあったらねゴッパって言われるんでね。そうなんですよね。5800はね痛いんでね。競技ルールで5800結構痛いですもんね。そうなんですよ。うわーってなりますもんね。頑張る。オープンぶっぱ。そうですね。これカナンプロもう止めないんじゃないですか。何もこの押しっぷり見るとわー親ドラあるんじゃねってなりますね。そうですね。質感がいいっていうのはもちろん込みで押してると思うんですけどね。これ結構パッと見質感よく見えるんで。おお帰りあるで堀さん。堀さんお帰りあんの。堀さんお帰りあるで。もろ引っ掛けの牌。お帰らず、うん、ギリギリしてますね。今通りそう。パッと見通りそう。あ、さっきのパスソもそうでしたけど、ここまで来たら何も信用できねえって思ってるのかもしれないです、ね、そうですね。いろいろ通り過ぎてもう。あ、お帰りなさい。朝ピンが荒らすったらしいですね。あらららやめなし。ブラブルばっかしてるからね。いや知らないですけど、マージャンしないとね。これね危ないですね。ヒルハイは E1 かウーマンなんですよ。1、2、3。あ、一応リャンピンも切れるか。リャンピンションパイなんですけどね、ちょっとこの場況でリャンピンションパイ気持ち悪いなって思ってるでしょうね。上がれない。もう引かないですね。まだあるんだけど。まあ芝もなんで上がれないんだと思ってますね。そうですね。あー掴んだ。これ切らないんじゃないですか。なんか止めそう、止めそうな気がする。すごい止めそうな気がする。天才か。うん、いっぱい押したけど、そうこれはみたいに思ってますもん。お腹痛そうやな。はははみたいな感じ。そう、ちょっとニヤニヤしてますよこれ。めっちゃ困ってる、めっちゃ困ってる、うん、チュンで粘ったりするんですかね。でもそれで補充したら痛いからな。いや、ここまで来たらね、もう自敗も信用できないんでね。そうですね。僕チュン切るぐらいなら地層前に切った方がいいと思うんですよ。うん、打たないと、打たないと思いますね。3ワンリャワンといくか。そうだな。おお、さすが。うん。これですよ。素晴らしい。うん。これが B リーガーですよ。そう、この辺の絶妙な感覚いいですよね。あんだけ押したけど、うん、順目もないし。いや、でも本当に連チャンしたいんですよね、親は。わかります。もっと早かったら全然切ってるんですよ。そうなんですよね。いろいろ取ったことによりこうなってしまうんですよね。でもこれでもまだテンパれるかもしれないですよ。やっぱね、 6巡目の無筋チーソーと17巡目の無筋チーソーって危険度が全然違うんで。そうですね。ワンチャンスとかも言ってらんないですからね。ワンチャンスなんですけど。あー耐えた、耐えた、当たってた。そうですね、今のはそう、はい、これですよ。よく頑張ったって感じですね。よかったです。チュン切りが一番ね僕の中ではなかったんで。ああ、うん、中途半端と、うん、そうですね。結局雄星さんの弟子なんですか。どうなんでしょう、僕は知らないですけど。よくわかんないです。本人は教わってると言ってますね。じゃあ弟子なんですね。なるほど。師匠欲しいですね。僕も欲しいですね。あ、欲しいんですか。いないんで。なるほど。お、森さんが本一です。マンズ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 行きましょう。そう、1500上がってももうしょうがないんで。これいった、行きましょう。だからこのチプロがダブナン統一。芝さんがドラ1の、まあまあ悪くないですね。そうですね、まあ、ドラ浮いてるので何とかしたいんですけど、あ、そう、これトン切らないでしょ。そうですね、うん、まあ重ねたらね調は偉いんでね。そうなんですよ。やっぱ寄せるときは一気に寄せていかないとね。くっついた、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 くっついてないですか。くっついてます、くっついてます。
もう自敗とマンズはキープしてピンズソーズ全部前ですね。そうですね、うん、まあ、ただ一応ねドラが G ピンなんで、まあ、4-6って思ってて、まあ、間違えてチンドラ引いた時だけちょっとどうしようかなって感じです、はい、まあ、チュンドラドラでルシアかみたいな。そうですね、確かに。どうします、ウーピンいきます、トイツ固定とチートイテンピンいきます、あ三層ウーピン、ウーピン、あー急走とかいきそうですね、タイニオもあるんで。急走なんて持ってました今、え持ってなかったですか、次あ持ってました、すみません、あ急走かあんま考えたことなかったな、三層ポンできるんで急走もチーしたいんで、僕ウーピンから放り投げるんですけど、いった、いきましたね、まあ行くでしょう、まあ、一応ねチーピン引くかもしれないんで、うわそうですね、あなんかあれですね、こう不調者の泣きはなんとかなんとか今日結構それ押してきますね、テンパイ残球テンパイですね、カンウーピンの、まあ、リャンピンチームもするしって感じですか、チーピンチームもするし、おほこれウーピン危ないですね、ちょっとそうですね、逆にドラをねドラ固定したいんで、そうですね、そうなんですよ、強気や強気や、もう1200になって8000になりましたね、になって、しかも堀さんがの捨て牌なんでね、くそこいつら好き勝手やりやがって人の親番で、だがしかしって感じですね、って思ってる頃ですね、でも手がついてこない、そうですね、こうなったらもうなんかうだうだ言ってらんなくなりましたからね、全然ついてこないんだよね、手出しするかしましたね、うんうんうん、まあ、前に切っといて後でパスを受けれるようにしたりするのもあると思うんですけど、そうですね、うん、むしろこれローキュースト通しやすくなりましたね、そうですね間違いないです、 お来た来た、ようやく来た、これででもまだ並べてないですからね、まだリャンシャンテン、まだリャンシャンテン、ポンポポポポポ、サワンインパチにしない、おインパチのコース、マックスいった、インパチのコースも残す、確かに3番泣けそうっちゃ泣けそう、そうか確かに9番、そうだな9番の方がいいのか、これはこれ3番切ります、切るんじゃないですか、柴さん、でも9番余ってるんですよね、まだいける、まだいける、でも堀さんにね、堀さんと喧嘩するねメリットは全然ないんですよね、ただ自身の手がいいっていうのがいいんですかね、これまあいいことにしましょう、もうこれはこれ上がりを考えた時にカンパッソがもうなくてほぼほぼ、ああ確かに、だから中層か急層引いて別の方で上がるってことになりますね、そうですね、まあ、あんだけマンズ切ってるから自分としてはいらないんですけど、じゃあ本当にこの手いい手なのって言われたら確かに結構微妙じゃないですか、ちなみに僕これ切らないんですよね、3は切ります、まだいけるって言いそうです、まだいけます別に切ってもいいと思いますよ、うん、でも難しい、これ結構難しいと思う、今出るローマンでしょ、おチートイツ勘やめですね、今出る9番ですね、田内プロもなんかデンジャーなハイ引いたらどうするんですかね、ポポポ、さていやこれはリアルマニフォル、おおシャボいった、インパチやってられっかと、ワンツーなんかやってられっかと、あこれすごいですね、さすがです、ちょっと僕両面に取りそうなんですけど、でも3番チームも確かに悪くないんですよ、まあ、こういう時ってリャンワンがいい時って結局そのそばのシャオがいいですからね、まあそうですね、そのものが切れてない限りはね、結局は、うん、やめましたね、さすがにね、これ振るとねもう何点って言われるか分かんないんで、そうですね、あの第三元は否定されてるけどって感じですもんね、もうカナンはねもう全然はいお疲れって感じですね、そうですね、4対6ちょっとこれ堀さん上がってほしいな、どうにか粘ってる、お帰ってきた、帰ってきた、すげえペイが堀さんは出しますね、すぐに堀さん打ちますって、カナンプロに1枚チーム来た、まあ、ペイも2枚あるね、これつかむな、わー前ちょっと帰れないな、これ、ね、ペイめちゃくちゃ打ちづらいと思うんですよね、まあそうですね、うん、単純にペイ短期にしてるっていうよりは切れないからペイ短期になっちゃったみたいな、そうなんですよ、つかむなよペイ、ああだってその田の内の立場からしてもマンズにしてたはずなのにこの人なんでこんなマンズ余ってんのみたいな、そうだね、ってことは自敗なのって自敗自敗ってなるやつです、ね、そうですね、相当自敗となんかのシャボに見えますね、これー
いやちょっとこのペイはもう少し深くに眠っててほしいですね。アドラン凝ってしまった。ここに行った。これ三チマンもあと何枚ですか。あと2枚です。それハクは切るでしょ。もうテンパってるんで。そうなんですよね。仮にこれハク山さんだったとしても切りますよ。山さんというかバゼロというか。はい、そういうわかります。インパチもう現状インパチテンパイを崩す。しかもなんならもう崩したら帰ってこれなくなる可能性の方が高いですからね。そうですね。これ制したんじゃないですか。さすがに、うん、ローマンが超通りそうだけど、まあ、わざわざ打つほどでもないんで。そうですよね。でこれかわしてもね、まあ嬉しいけど、まあって感じですか、ね、ローマンをしたところでペイで勝つ保証ないですしね。田之内がいいのは2位でもまあいいよってことなんですよね。そうですね。堀さんがトップなら、なんでこれをまあそんな無理に上がれに行かなくても。これね、すいません、あと2枚って言ったんですけど、残り3番が1枚だけですね。訂正して取材。はい。危ない。ああ、後先。あ、よせや。ギリギリっすね、本当に。マジで一巡。ちょっとこの6000を空振るのは痛いぞ。これですね、一スピン出てきたらチーしてローソーですね。そうですね、うん、どうした誰番カナンプロっぽいかな。カナン番あ、うん、ああ待ち番でしたね。パスをチーして、して3ピンを切る。うん、なるほど、この方がテンパりやすいと。まだ3はあるよ。ダメでした。せひあそっち。ドキドキ。あと吐いてですか。まあ絶対打たないですね。そうなんですよ、これ打ったら病気です、ね、そうですね、もうなんか仕込まれてるでしょ。かーみたいな、うんうんうん、これどっちが悔しいんですかね。これ空振るのと、はい、ヤンワンにしたら3チーム積もってしまったっていうパターンと。僕はヤンワン積もる方が嫌ですけどね。そうでもない。うーん、まあ僕も満貫でもいいかな派閥ですけどね。ですよね。5パーと1万8000ぐらいだったらね、さすがに勝負に取るんですけど。でも堀さんがよく言ってるんですけど、はい、こういう時なんか高めにして、まあ言うたら両面とシャボだと、うんうん、まあ、単純確率2分の1じゃないですか、うんうんうん、でも上がり確率は2分の1じゃないってよく言ってるんで、うんうんうん、まあまあそうでしょうね、うん、なんでやっぱインパチが欲しい。あ、またダブトン統一や、いける。ダブトンじゃないんですよこれ。あ、シングルトンだった。ドラが E1 で堀井が連チャンですね。堀井はもうこの矢が落ちるとめちゃくちゃ厳しいんで。終わったですか。そうです、終わったとまではいかないですけど、まあでも一応でもまだ全員平たいんで、うん、そうなんですよ。なんでまだチャンスあるんですけど、でもできればここで抜けときたいじゃないですか。トップ取れば総合2着にはなれますよね。そうですね、トップ取ればほぼ総合2着と言ってもいいでしょうね。なんでね、全然まだそんなに、まあ、仮の親が流れたとしてもそんなに諦める時間ではないと。そう、まだ慌てるような時間じゃない。どれぐらい拾えるかですね、みんなが。いろんなネタを、はい、なんかさっきまあまあ拾えるんじゃないですか、わかんないですけど。シバは本一含み。そうですね。そしてカナンが早い。早い。そうですね、チュンから行きたいですね。チュンキープしてもいいんですけど、ちょっとチュンを切ってしまいそうですね。え、お、来た来た。そう、堀さんなら何とかしてくれると信じてますからね。そうですね。それでもカナンが小学校ぐらいの時からプロしてるはずなんでね。そんなに。
でも10年目とかぐらいじゃないですか、知らんけど。カンプロ何歳なんですか10年目だとしてもですよ。だって10年目で今23歳とかだったら、まあギリ小学校とかじゃないですか。なるほど、はい、攻めましたね。いやそう、まあね、うん、一応しごろ含みですね。そうですね、どうします、まあ、チーピンか、チーピン切りますね、うん、一応リャンピン切っちゃってるんで、リャンピン切っていてパーピンが2枚切れなんで、おほうほろち含み、ほう、いや、うん、これチーピン切った方がいい気しますけどね。でもなんかあるのかもしれん。やっぱこう量刑を求めたいんですかね。まあ、量刑は好きでしょうね。まあ、量刑嫌いな人あんまいないんで、うん、まあでも好き度合いあるじゃないですか。そうですね、うん、僕もねちょっと 2,3 年前までは量刑中だったんですけど、上がれる街がいい街なんでね。そうですね、間違いないです。さて、うん、うん、発想は泣かず、発想も仕掛けたいですけどね、これです。そう、これ嘘がないの透けてたんですかね。あ、さすが想像が高いからってことですか。そうですね、ブベー、想像が高い想像を払ったのに。どうしましょうか、一旦キープしてワンズいきます、うん、そうですね。そう、振り点はね最終的に残らなきゃ別に振り点にはならないんで、これはね試合行きましょう。ジェニスさんもあるんで、さすがです、うん、テンパレ、テンパレ、もう早くテンパレ。前ですか、うん、3ピンいきます、見ようっすね、どっちがいいかな、うん、まあなんか3ピンの方がいい気がする。そうっすね、うん、お、一球ボックス、早押しろよと思ってますね。そうですね、もうとりあえずテンポ入れさせてくれってなりますね。お、あった、5200ダマですねこれは、うん、想像払おう。でカナンカンウーアンで5200テンパイなんですけど、ウーアンが残り1枚。なるほど、はい、結構全員切ってくれそうですか。そうですね、割と堀は無条件できるでしょうし、ただ芝田のうちは分からないって感じですね。切るかもしれないし、まあ、切らないかもしれない。この気合なら一瞬は起きますね。そうですね、こうなればただ自分で2枚切ってるんで切るかもしれないですけどね。ああ。もうシャボ受けが、まあ、一応シャボ受け、もう片方のシャボ受けは残るから、残す手もあるか。これまあそうですね、一生このままにして初アンコの時だけ9アン切ってる1ぐらいじゃないですか。なるほど、うん、テンパらず、テンパらず、これで1アン補充しなくなりました。タイヤをそうしたいですね。張らない。チューンは倍値なんですね、序盤の倍値切りました。どうなんですか、誰かテンパって予想に見えてるんですかね。どうでしょうね、誰から見てですか。いや全員、全員おのおの僕はカナンプロはテンパイと見ますけどね。お、別に見てるからそう言ってるじゃんって言われたらそれまでなんですけど。いやいや、そんなことないです。世界的にっぽいじゃないですか。なんでとか言われたら困るんですけど、もうなんとなくなんですけど、気配読みです、気配です、気配です。そういうのあるでしょ。ありますよ、うん、あ、ちゃんと顔を映してくれた。はい、1スッチーピン、このスッチーピンね、いいんですよね。チーソワンコにして掴んだ大人、こういう我慢が本当に効きますよね。うん、でどうする、3層ぐらいは。まあでもこれチーピンいかないですね、全然いかないな。もう早よテンパれよと。そうですね、テンパれないと堀さんが、角谷さんこれチーピン切らないでしょ。あ、そうっすね、うん、残り準備がね、テンパれ、晴れー、そうね、張った、張った、しかもでもこれ危ない、うわこれ危ないな、スーピン打つんじゃないかな。チーパーマンかどっちか、
危ない、これ危ないですね。スーピンもチッパーも危ないんで、それならなんか枚数重視っつってスーピン切ることも全然あるんで、そうですね、うん、悲しい、うん、まあ、しょうがないですね。1枚2枚メンタンドラ、うん、うん、これはしょうがないでしょ、切るタイミングもなかったし、つらた、うん、まだいける、まだいける、まだ漫画上がれば、そうですね、マンツモマンツモとかで全然いけますよ、全然いける。メンタンドラ1 5200宝珠ですね。5200の1本は5500。田之内は今の上がりは相当でかいですね。そうですね、うん、自身が2着だと1万6000点差以上芝にはつけられなくてよくて、カナンには3万2000点差以上つけられなきゃいいだけなんで、自身2着はかなり楽なんですよ。そうですね、うん、まあ、この親番でどうするか、ここでできれば引き離しておきたいですけど、またまた何番の親番、終わらないやつですか、うん、終わらないやつ、10本番のやつです。システムを壊す田之内ドラが初、そうですね、カナンも確かに楽ではないんですけど、でもそこまでめちゃくちゃ悲観するほど苦しくもまだないんで、そうですね、親番がね、うん、あれば全然、そうですね、まだいけるまだいけるみたいな。堀さんがここに来ていい、堀さんがこうなるとちょっと1000点とか2000で場を進めるのはやりづらくなりますね。こういう時ってやっぱあれなんですかね、一人ずつ確実に殺していった方がいいんですかね。それは誰の立場からですか、楽しいですか、僕はそう思いますけどね、一人堀さんを曲がりにくくさせるみたいなね。そうですね、一人ずつ消していった方が、おお、ドラの初統一、これなら全然上がれますね。人を一人ずつ消しておくのは確実な戦略だよって松浦プロが言ってました。さすが腹黒い、はい、腹黒いんですか松浦さん。いや、もう腹黒そうです。もう大丈夫です、これただの悪口になってるんですけど。いや、わかんないです。僕は好きですよ松浦さん。いや、松浦さんいいやつですよ、はい、マージャンうちは腹黒いって木原さんが言ってましたよ、はい、ああ、木原さんが言うとちょっと説得力ありますね。基本腹黒いみたいな、はいはいはい、僕らもですか。まあ、そうじゃないですか、一般論としてね。なるほど、まあ、もちろんあれじゃないですか、なんかいいスライムと悪いスライムがいるみたいな、はい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 、はい、麻雀打ちも今いい麻雀打ちと悪い麻雀打ちがいるんですけど悪い麻雀打ちっていうとなんか途端に響き悪くなりますね。基本腹黒いみたいなことを言ってた気がする。なるほどですね、これはね、うがん切ります。そうそうそう、麻雀で腹黒いは褒め言葉ですからね。なるほどね、麻雀で腹黒いはいいけど人として腹黒いは嫌ですよね。あ、うん、ホリープロバイマンぐらいに仕上げてくれんかな、何か。まあでもね、全然漫画でも全然ね嬉しいんでね。そうですね、もうとにかくね、その何点であれこれを空振るのだけはやめたいですね。この手を何点でもいいけどとにかく上がりたい。これ空振ったらもう死亡ですよ、うん、ただね、なんか馬強がおかしくなってきてるんですよね。なんでやねんみたいな。そうそうそう、想像めっちゃ高いやんみたいな。田之内さん二次配も高いですしね、先輩。わあ、しかもピンズ激安の一数ピンですよ、これ出た芝先生リーチですね。一数ピン、メンピン、いいピン、一数ピン4枚ないんですね。で引いてこう3枚残りですね。そう、残り3ですね。意外と少なかった、もっとありそうに見える。いいピンとかなんか前山ぐらいの勢いで見えますもん。そうっすね、うん、やめろ、はい、ちょっと降りれないですね、これは。これも降りれない、うん、これはもうファイヤーモードですね。どうする？3枚の上がり早くかわしてファイヤーできますかね。そうですね、メンピン積もった時って、あ、なんか見ようやな、これメンホンチートになってしまいそうな。いや、ならないでしょ、だってもう出るもん全部泣きますよ。いや、泣くんですけど、うん、なんか上がれない方向に進んじゃうみたいな。そうですね、シャーとハクが田之内に収納されてるのが辛いんですよね。シャーとハツか、しかも積もったら、あー、スーピンっぽい、なんか終わった。めっちゃ打ちそう、死ぬほど打ちそう。あ、これマジつらい、うん、おー、偉い、マジ偉すぎ、はい、やっぱね、はい、それはさすがにね、うん、切りましょう、人として切りましょう、これは。ないんやねんって感じですね。そうですね、リーチピンフ2900ですね。これちょっと堀さん展開辛いですね。あ、2000か、あ、そうですね、今田之内の親だったんでメンピン2000でした。さ、何三曲芝の親ですね。てか俺密かにカナントップ目じゃないですか。トップ目だけどまだダメです。いや、まあダメなんですけど、うん、だから今現状だと田之内カナン芝堀の並びになってますね、トータルだけで言うと。
いや、まあ、全然決まってはないですよ。堀さんは相当厳しくなりましたけど。そうですね、3人は全然。堀さんは自身がトップでも田之内さんをラスに沈めて、かつ4万点差近くつけなきゃいけないんで。そして残り2局。そうなんですよ。マンガンハネマンぐらいですか。そうですね、倍直倍直とかね。どうですかね。そう、こういう時に限ってだんだん手良くなっていくんですよね。そうですね、うん、しかもドラが絡むないちょっとピン単用ピンフみたいなね。そうなんですよ。まあそれでも自然に上がれる手は上がるんでしょうけど。どうするんですかね、こういう時プレイヤーとしての考え方がね。結構そうですね、まあ仕掛けて1000とかにはしないでしょ。早く帰りたいみたいな。いや、それはしないですね。さすがです。はい、しないと思ってます。まだ10時ですしね。ちょっとこれ丁寧にいきたいですね。まあといっても仕掛けるんですけど。カナンが自身がトップで、田之内が2着だと3万2000点差をつければいいんですね。トップ3着だと1万2000点差ぐらいになります。まあ全然ね、この点差だとね、トップ3着とか、まあ、トップラスすらもあり得る。そうですね、田之内がうっかり打つことも全然あるんで。そうですね、逆にカナン的にはもう堀さんにちょっと頑張ってほしいぐらいなんですね。そうですね、芝はこのままツモで田之内をまくるともう無条件になりますね。カナンの着順を落とすとちょっと点差をつけに行かなきゃいけなくなるんですけど、まあ、とにかく田之内が2位だと辛いってことですね。まあ、やっぱみんな田之内が嫌いっていうことですよね。まあそうなりますね。いい人なんですけどね。でもいいシャンテンですね。あとはもう山にいそうな牌を残しつつ、ツモとの勝負になりますね。おってわけでもないけど、ドラ初ですしね。手は進むけど役がない方向にどん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 。そうなんですよ。俺もこれに1のみとか打ってこないでしょ。トイトイ方ですか。まあとりあえずウーマン切りますね。このパターンはね、3ピンもウーピンもスーソもファーもまだあるんで、ほう、一旦ウーマン切りましょう。何ですか。まだあるっていうのは自分の目から見てですよ。あ、はい。どれかがもう2枚枯れてるなら別の牌切ってもいいですけど、一品いきましたね。関数引きのメンツを見てるのかな。カナもちょっとね、方向性がね難しいところですね。そうですね、ダムナントイツかといってもこれ手かけれるところそんなにないんですよね。チュンチュン切りますね、ナチュラルに。まあ消去法でチュンになりそうですね。困った時は消去法しろって友添さんが言ってたんで。へー、どうした。宇宙の法則が乱れた。乱れた。何したっけそれ。FF ネオ X ですとかそんなやった気がする。あ、懐かしいですね。お、お、言いそうだと思ったはずでした。長しかしどうしようと。もうどうします、思い切ってリアンメン行きます。ロッチ、うん、ロッチ行っちゃう。まだ天秤ですね。初難泣けたらメンツ手に行くし。そうっすね、まあ、ロッチ切ってもそこまでロスじゃないような気もしますけどね、泣けるってことは。そうですね、まあリアンピンが握りなのもあるんでしょう。プロ結構あれですね、一旦保留するタイプですね。そうですね、うん、それが全然悪いとも思わないし、トイトイ方に行きました。行きましたね。3ピンウピンスーソーちょっと泣きづらい敗3種ですけど、さて3ピンでじゃあむずいな。チートイの3点を崩したくないなら6、7なんですけどね。まあそうですね、うん、パワーピン泣けるかな。パワーピンね、そうですね、もう堀さんはもうこの手は当たり障りない感じにしそうですね。リーズもジートイをもうオラオラとかなれみたいな。そうですね、願望みたいな。
来た。なんてつもだ。いや、全然怒られないですよ、全然。これぐらいは大丈夫です。はい。惜しいとか言ったら怒られるぐらいです。ネタってその FF とかそのどっかから著作権的な問題でみたいな感じじゃないですか。でもどうなんですかね、それぐらい別にいいんじゃないですか。なんかこれで商売とかしたら。まあそうですね。むしろ向こうからしたらプラス2まであると思うんですけど、僕は。そうですね。うん。カンプをこれ決めれば一気に優勝近づきます。あ、パフィン流れた。パフィン流れたの痛いな。めっちゃ痛いですね。シンドラが言いそうですね。特に関係なさそう。もう全3枚切れてます。あれ、あーチューン。いやもうチューン残したらチートで貼ってるんですけど、まあ、あの時点ではねちょっと無理ですね。無理ですね。相当なんか見えてないと無理ですね。足らない。来た来た。さすがにどっち。カンナナ。カンナナとかオシャンティです。カンナナはなんか山を読み切ってますね。これなんかピンズ以外の端牌で山にそんな牌いったら変えたりするんですかね。そうっすね。そういうの面白いですね。端じゃなくておえーカンナナここにおってこれカナンプロどっちでもダブナンメンホンドラドラ初でバイマン。どっちもバイマンですね。初ツモが3バイマンかな。ダブナンメンホンツモ初ダブナンメンホンイーペーコードラさんなんで初ツモで3バイマンです。あ、さすがに。あ、おお、マジ16000。マジか。ダブナン初名本イーペーコードラさん。いけそうですか。初この馬券わかんないです。わかんないです。ローンはそんなにないということにしたいですけどね。いや、ひとまずローソーとかでもいいんじゃないですか。運送の受けすら消したくなかったんでしょう。あ、うん、いやそりゃそうなんですけど。はい、オーラス条件確認入ると思いますね。辛いなこれ、うん、ちょっと今条件確認しましょう。これ現時点だとまだ田の内が上です。ですね、田の内が2着の場合前回の差を踏まえて 82.88 差だったんですよ。なんでトップ2着だと40入るんで 42.8 なんで 42,800 点差を田の内とつけなきゃいけないんですけど、合ってます？え、50.6 差じゃないですか？ここですよ。高ですよね。うん。50.6 差です、ね。70。いや、マイナスですよ、これ。あ、マイナスか。はい、失礼ですか、祭り。82.8 差ですよね。そうですね。だからトップ2着だと、40縮まるんで 42.8。だから4万点差縮めない。まだ素点が足りてないですね。ただ、田の内を3着に落とすと 22,800 点差でいいんで。でですね、田の内はもう上がれば優勝 で、うん、そうですね、カナンはとりあえず上がり続けてこの状態のまま 42,800 点差にするか。そうですね、田の内直撃の 12,800 オールツモでその後何か伏せるかなんかしなきゃいけないってことです ね。あの上がりやめがないんで、まあまあ8000オールツモはちょっと現実的じゃないんで、うん、まあまあとりあえず何かしか連チャンして頑張りたいと。そうですね、12,000直ぐらいはあるかもしれないですけどね。で芝は、うん、結構辛いですね。芝はねトップに出なきゃいけないんで3倍満直でも足りないな。3倍満直だと田の内をまくれないんで薬満。そうですね、堀さんがダブル薬満つもか田の内をダブル直撃、まあそんぐらいにはなりますよね。これ結構縦長っすよね。縦長です。カナンがトップになってしまったんで芝にとっても結構厳しいんで、芝、うん、もねトップ3着なんで、芝がそうですね、役満つもかダブルで上がり、こうなると結構かなり有利なんですよね。もう田の内が流さなかったらそう2人とも役満狙いになるんで実質1対1みたいな感じですね。ただもうあとは誰か早く帰りたいかどうかっていう10時ですよ、10時。今の1万6000円熱かったですね。いや今のはね、うん、でも初切ってもいいと思いますよ僕は。どうせ厳しいんでね。まあそうですね、うん、状況はね。そうなんですよ、行くしかない感じになってしまってた。
2本も余っちまったよって感じの5万ですよね。ついてんなみたいな、本当に2万点ぐらい欲しいみたいな本当に10本倍マン嫌いなんですよね。じゃあ次から10本倍マン上がったらダメですよ、ね、いや上がりますね。ああつって、すいませんか、てか芝がここに来ていいっていうね。ん、え、なんですか。いや芝はいい、手配がいい、あ、よくてもいいんですけど、これをいいと見ないじゃないですか。そうなんですよね、100万坪条件なんで。そうですね、なんか単品とかなんなんみたいな感じなんですよね。スナンコーにするぐらいですかこれは。もう、まあ、田之内はシャーチャーでシャー統一なんですけど、こういうのってもすごい特殊になるんでね、自敗が全然めっちゃ出にくくなったりするんですよ、ね、そう、大体国士に行く人が1人ぐらい出現するんで。これだいぶやりづらいでしょうね。もう1曲かな。これどうなんですかね、柴さん次ドラとか来てはったら堀尾まくりにくリーチとかするんですかね。まあいいんじゃないですか、僕は悪いと思わないですけど。またちょうどねあれなんですよね、現状の点数が堀田の内が1万100点差なんですよね。そうですね、田堀さんがもういいよ満貫でって、このハンチャン2着でいいよっていうのもちょっとしづらいんですよね。そうですね、マンツもまくれないんですよね。長引けば長引くほどカナンプロ有利にはなってきますが、そうなんですね、この馬強の自敗の信用のなさやばいですよね。やばい、ね、やばいですね、もう何なんて感じですからね。どうですか、こうなるとね、もう本当にカナンの手がどう進むかみたいになってくるんで、田之内と、お、差し子、差し子行かないですね。見なし、うっかり転廃するのやめましたね。ドラドラ、田之内も自身で上がって決めるしか、かもしくはカナンが脳天で終わるしかないんですけど、やっぱ自身で上がって決めたいですよね。しかもね、やっぱこういう捨て牌の人がいると、まあ、国士みたいな人がいると、はい、カナンが緊急避難的に軽点取りやすいんですよね。ああ、そうですね。で、あのなんかその切る側としてもカナンにテンパイを取ってもらいたいじゃないですか。そうですよね。終わってほしくないんで。ってなるとやっぱりなおさら結構やっぱね、こういうのがあるからタイトル戦とかね、急にすごい大逆転とかが起きやすいのかな。うん、ちょっと田之内厳しそうですね。そうですね、普通にカナン待ちになりそう。まあ、カナンがテンパるか、うん、テンパらぬか、テンパイぐらいはしそうですけど、これイーシャンテンでしょ。どっちっつってもパチ9落とすのかな。9万痛いですね、ちょっと、うん、そうですね、痛いけどって感じですね。どうにもならないんで、やむなし、うん、追えない手順は悔やまない理論でいきましょう。さすがです、はい、これ明日使おうと思ってるんで。明日あの教室なんですよ、中級者向けのことで宣伝入れようと思ってたんですけど。なるほど。なんか持ってくればよかったですね、ポップみたいの。まあ、詳しくはツイッターでいいんじゃないですか。そうですね。行こう。さて。まあもう芝堀は今回はもうお休みでしょう。お、腹ない。特に。9万痛い。9万痛いですね。9万あったらテンパかこれ。まあでもね、しょうがないんで、だいぶしょうがないんで。しかもなんならこの9万地位できるかもしれないね。確かに。残り50。ちょっと貼ってほしいですね、あの見てる側としてはですけど。そうですね。うん、ちょっと貼らずに終了は、まあ言ってしまえば少し味気なくなってしまう。いやでも貼らずに終了でもやっぱりその、うん、すごい頑張ってると思うので。そうなんですよね。しょうがないんですけど。うん、やっぱちょっと前にね、そのウエスタンチャンピオンシップがあって、はい、ね、みんなここのみんなも麻雀したんですけど、やっぱ最後ね、脳天天敗でまくるかまくらんかみたいなのあるんで、はい、ありましたね。そうそうそう、やっぱそこはやっぱ頑張った証なんで。そうですね、いや別に対して攻めるとかは1ミリもないんですよ、単純に見たさというか。ああ、うん、でうわ引けね、そう、意外と張らないですからね、本当に。あ、投げてしまった、天敗上がれば優勝。ヒーマンウソは、ヒーマンウソは
T1 が堀さんとカナンプロに1枚ずつ、ウソがバイチで、堀さんは打たない、まあ、カナンも出る形ではない、そうですね、なんか起きろ、いいピン、何も起きず、何も起きず、なんか起きろ、これ言わんと振り返ると単位をって言ったらアウトなんですけど、これ結構危ないんじゃないですか、厳しい ねこれ打ちそうな気するんですけど、僕これ厳しいですね、うん、これめっちゃ打ちそうじゃないですか、あ危ない、いや打ちそう、これすごい打ちそう、でもめっちゃ考えてる、準備早かったら酸素リアンソーっていくんですけど、深いから言わん切っちゃいそうなんですよ、そうなんですよね、言わんっぽい、なんかその手の位置、さすがです、はい、1300ホージュですね、そうなんですよね、そうなんですよ、これかなり言わん切りそうなんですよ、あ嬉しそう、ニコニコさすがですね、 B1、うん、俺は B1 だって言ってたんで、ねえ、タイトル3つ持ってますからね、まだ B2 なんですけどね、一応誰がですか、田之内さん、ああそっかそっか、でもそれ言ったらみんなまだ C1 ですよ、あそっか、はい、確かに、みんなというか堀さんは B2 ですけど、確かに、現状では一応堀さんが一番、そうですね、めっちゃ見てる、何金のみたいな話してるんですかね、はい、それでは今のハンちゃんが、カナン、田之内、堀、芝の並びで終わりまして、これは優勝が田之内ですかね、田の内、カナン、芝、堀の順かな、どうでした全体的に、いや、やっぱみんなすごく競技っぽいというか、はい、こらえてこらえてね、はい、先天テンパイとか取らずに、そうですね、みんなが格調高かったですよね、そうです ねパワー型というか、なんか割と協会ルールって、うん、なんかガチャガチャする人が多いイメージなんですよ、はいはいはい、それはなんか仕掛けたりなんなりって、そうですね、でも最近結構打点ブーム来てません？そうですね、これはやっぱみんな誰かを真似してるんですか？太郎さんですか？太郎さんなんですかね、矢島さんかと思ってました、矢島さんってそんなに打点じゃなくないですか？そうですかね、打点とスピードのバランスみたいな、うん、はい、じゃあ帰ってきたんで、はい、それでは本日の全体曲終了しました、順番にインタビューしていこうと思ってます、はい、はい、じゃあまずどうしましょうか、着順でいきましょうか、じゃあちょっと待ってください、椅子用意するんで、よいしょ、いや、4位の、ではホリプロお願いします、はい、お疲れ様です、お疲れ様です、どうでしたか本日、うわぁ、かられた、いや、もうあんまりすることなかったですね、そうなんです、ナンバーはちょっと堀さん展開辛いなって思ってて、1回戦、2回戦通して、ね、降りれない手でね、あの白もそうだし、1回戦の、2回戦のあの初ドラでなんかあれスーピンアンコンのロー Q1 の時ってスーピン切るんですか、うん、チー1パワー1あれね、あれはねスーピン切りますね、うん、チーパーに全然保証ないんで、それもそうやし、うん、なんか全部もう行くしかないみたいな時に、うん、スッて引いてくる、そうなんですよ、だから行かざるを得ない手で行って刺さるみたいなちょっと辛い展開が多かったかなって印象だったんですけど、はい、勉強になりました、はい、ありがとうございます、大丈夫、これ来季の B2 とかに引きずったりしないです、いや、これ、いや全然大丈夫です、大丈夫ですよ、堀さんベテランなんで、はい、まあ、ベテランっていうのもちょっとあれなんですけど、僕同じぐらいなんでね、はい、これに、はい、あのよく聞くんですけど、野球選手とかはオープン戦とかにわざとこう投げて、うん、ちょっと打たれて、はいはい、あのコース打つんだ、うん、なるほど、ちょっと様子を見たぐらい、そう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 、まあ、それやったらかっこいいんですけどフォローありがたいんですけど、まあ、そうではないですね、すみません、まあ、まあそうですね、それ言うとなんか違いますねガチに打った結果、はい、ガチに打った結果これでした、はい、はい、わかりました、お疲れ様でした、お疲れ様です、福さんなんか最後告知とか、あ、なんか宣伝したいことがあったらしてもないです、わかりました、はい、はい、はい、じゃあお疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様です、はい、では続きまして3位芝プロ来ていただいても大丈夫ですか、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、ちょっと痛恨の報酬がめっちゃ張ってそうやったんですけどね、うん、もうプンプンしてて匂いが、うんうんうん、カナンさんから、うんうん、その話ちょっと田村さんとかしてて、うん、あれ切るんかなみたいな、気配が、はい、気配がもうやばいみたいな、でもあれ切りそうじゃないですか、なんだかんだで、いやでもね終始ねすごい安定したゲームメイクというか、うん、そうなんですよ、さすがだなっていう感じが、なんかコメントとかでもなんかもう芝が負けてるとこ見たことないみたいなコメントがあってちらほら、まあ、気のせいじゃないですか謙虚ぶるんですか、初ねどう、いや嘘の気消せないし、どうせ初切りましたね、ってあったら
そうなんですね、寄せ切って流局しても結構条件がそうなんですよね、だからあれ辺ももうそのなんか積もれない条件とか、はい、そういうマージャンっぽいですよね、うん、多分普段だったら切らないけど、ああいう状況に押されて切ったみたいな、ね、そうですね、普段は切らないですね、うん、もう他に何かありますか、なんかこうここはあれでしたみたいな、ちょっと覚えてないです意外ですね、タイムシュート見直してください、はい、はい、なんか他にあの告知したいこととかあればしていただいて大丈夫なんで、ないです、はい、はい、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、またお願いします、はい、じゃあ続きまして、ラーメン大好き、はい、カナプロお願いします、ちょっと最後のないちょっとわけわからんことしてしまいましたね、え、わけわからんとは、いや、なんかあれ、本一で上がってましたね、最後、箱も、いや、むしろ新一で、うん、ただ、9番切るくないですか、あれ、まあ、切るっす ねもうなんか、グダグダやし、マンズないし、うん、泣けへんし、いいスースを切れるし最後、スーパー持ってくるし、もう最後あれ何切ればいい、あれね、言わん切りそうなんですよ、ね、切りそう死ぬほど言わん切りそうなんですよ、いやだから一瞬でもちょっとやめようかなって思ったのが、うん、むしろすごいみたいな、準備早かったらソース切るじゃないですか、ですよね、いいスーソー泣けますもんね、泣いたらもう一回、単純に受けの広さもあるし、まあ、結構6ブロック好きなんやなっていう印象ですね、いや、ほんまですね、それはありますね、6ブロック好きと、まあ、保留好きなんやなっていう、そう2回戦 あのピンズが4-5-5-6-7-9トントンみたいなとこから9ピン切ったのとかもそうだなって思ったし、あのチーマンで上がったやつ、そうですね、メンタンドライチのやつ、あれとか結構トンキいかない派です、いや、ちょっと柴さんが、はいはいはい、なんか親やしギリギリまで、なんかその、うん、いや、なんかあれでそのトン切ってダブトン泣かれたら一丁ムカつくなって思って、だからもしギリギリまで見て、はい、まあ、トン重なるようなら、うん、まあ、切らずに、はいはいはい、でも3色の単品に行けそうならもう切ろうと思って、はいはいはい、どっちかというとケアして切ったみたいな、そうですね、はい、まあ、でもずっとね、その場をケアしながら手を進めてる感はすごいあったんで、うん、なんかね、軽いポンとかもせずに、先点とかね、ポンせずに、うん、ちょっとほんまはしたかったんですけど、周りが怖いんでえ、でも言うたらもう実績的に言えばもう私の方が勝ってるまであるじゃないですか、いや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 、ね、僕に振るんですかいやでも卓についたら絶対、はい、そう思わないとダメなんですよ、まあそうですね、そうですね、終わった後謙虚になったらいいんで、卓の中ではもう自分が一番強いぐらいに持っとけば大体大丈夫、いやー最初ドラ泣かせすぎましたね、あれね、キャーって思いました、みんなあんなにドラ持ってるんですよねずっと泣くみたいな、ほんまに、まあ、はい、楽しかったです、まあ、はい、お疲れ様でした、今日はね、はい、あれにしてちょっとじゃあ B2 リーグぜひ、はい、頑張ります、いや本当に、まあ、こういうの言うとちょっとプレッシャーになるかもしれないんですけど、やっぱ関西の女流で B2 になった人って史上初なんですよ、そうですね、ね。なんで、いやマジで、はいはいはい、すごいなんか頑張ってほしいなって思って、頑張ります、ちょっともうほんま1年で帰ってこないように、そうですね、ずっと東京にいます、そうですね、むしろなんかもう B1 とか行って、ブーメランの名前をあげるブーメランは嫌ですね、そうですね、あのプロの中でリーグ戦上がったり下がったりしてブーメランってよく揶揄、ね、されたりする、行って戻ってくるから、はい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 、でもやっぱ最初の1年が一番大変ですよね、絶対、まあそうです ね、 ですね、それはまたあの辺にいっぱい先輩方に、はい、はい、ぜひ聞いてもらったら、聞いてみます、はい、まあ、A リーグの上がり方とかもぜひ聞いてもらったら、あ、じゃあぜひ教えてください、ほんま、はい、聞きました、それ教えてよはい、あと何か宣伝したいことあればしていただいて、あ、何でもいいんですか、何でもどうぞ、3月の13日に、ハイテンションの京都駅前店に一緒に夕刊富士杯に出場している里見ねねプロがゲストで来てくれます、でそれは2人でゲストっていう形で、その次の週の3月20日は、私が来来層にゲストに行きます、あ、なんか交換トレード的な、そうですそうです、両方とも2人で出勤するんで、ぜひ遊びに来てください、あ、行きます、ほんまですか、行けたら行けたら出た、行けたら行く、それ行かないやつや、はい、行かない、はい、以上です、はい、じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました、では今日優勝の、田之内プロお願いします、堂々のね
さすが有言、有言、有言実行ですね。やりましたね。B2 のやつらなんか相手にならんって言ってましたね。いや、そうなんですけど。今回どうでした？全体を通してというか。ついてましたよね、多分。なんかあんま、はい、なんかうまいな、うまくいったなとかも。っていうか、なんか思ったのは、ドラが3層で、堀さんがドラのポンをしていて、はい、カンパ層でテンパった時に、はい、あれにするんですね。堀さん上がってもいいかなぐらい。むしろ積もってだるいなぐらいですもん。堀さんが上がる、リーブをつけて上がってくれた方が、自分的には有利かなと、うん。自分が打ち込むのはもう、とりあえずってことですか。打ってもまあいいですし、まあ、ワンツーなら全然いいし、はい、と思いました。堀さんのトップラスは結構ね、うんうん、5万点ぐらいだったから。まあそうですね、レンジはありますよね。堀さんに抜けてもらった方が楽になるしってことですか。そう、むしろ積もってぐらい乗らんかったのは結構だるかったです。ああ、なるほど。まあ堀さん上がってぐらいの感覚です、あのリーチは。ドラポンかわして上がっといて、裏乗らん、か、裏乗らんとか。か、じゃあ前に切ろうかなぐらい。完全に煽ってるじゃないですか。いや、でも堀さんは、でもそれぐらいの感覚でリーチしました。なるほど。別に普通のフラットなハンチャンやったらまた違うですね。もちろんもちろんね、フラットなハンチャンだとね、全然出ない早いとか、うん、いろいろみんなあったと思うんで。そうです、そうですね。でもどうですか、なんか今いいと、そんなに目立ったことなかったって言ってましたけど、はい、目立ったことないのをそつなくこなせるって強くないですか。僕そういうタイプじゃないじゃないですか、結構いろいろやるタイプなんで。まあ、そうですね。今日なんかあんまりかぶかないなと思って見てたんですけど、だからもう簡単な手しか来なかったんで、まあ、楽やったです、自分的には。うん、あんま選択肢が。まあ、ローマンを通せるかなっていう感じで、堀さんのサンフグロに。あれね、うん、ローマン通りそうですけどね。通りそう。3345に当たるんですよね、でも。そうね、僕は切らないですけどね、通りそうとはいえ。まあったまあ、切ったとこで低短期なんで。そうですね、はっかてるポジションもないし、まあ、結果的にすぐ出てきたけど。そう、3万となんかのシャンポンが結構まあ本戦やなと思ったんで。うん、そうですね、ウーマン通った以上ね。そうなんですよね。うん、まあ、わかんないです。でもローマンは行った方がいいかなって思いました。マジですか。うん、なんか街がね、良かったらまだそれでもいいと思うんですけどね。そうそうそう、それを通してきたからね、今ここにいてる。いや、すごい。いや、通してきてないですけど、まあ、あれは面白い。通しても良かったかなって、ちょっと若干反省です、はい。関西最強っていうね。いやいや、何言ってるんですか、エビガの。いやいや、ほんまにすぐ出るんでね、関西、協会の関西最強って言ったら。またイチャイチャして。あと他に何かありますでしょうか。あとは八尾さんたちがちゃんと親父狩りにやってたんですけど、僕耐えました。おっさんじゃなかった、うん、よかったと思って。何歳ですか。僕26なんですけど。そうでしょ、僕の方若いっていう。いや、それはちょっと分かんないです。カナさんの年齢が分かんないんですけど。はい、はい、僕の田之内がもうすごいあっち側の人から僕の田之内、僕の田之内、ありがとうございます。めっちゃコメント来てたんで。僕の田之内、いや、多分津田さんです。あ、津田さん津田さんそういう感じなんですか。はい、そうなんだ。そうです、ね、はい、分かりました。あと何か宣伝していただきたいことがあれば。宣伝はい、え、なんか別に自分の店の宣伝してもらってもいいし。自分の店の宣伝はいいです。ベストワンカップ出てください、皆さん。ベスト16で、はい、今年で出させてもらうんで、ぜひやりましょう。ベスト16で、ベスト16で、はい、待ってます。じゃあ今日はおめでとうございます。ありがとうございました。どうしたんですか、ご座っていいですか。そう、ちょっと後ろに立っといてもらっていいですか。いや、みんな、いや、はい、あ、ここ その前になんかあるっぽいんですよ。あ、そう、あるっぽいとか言っちゃったけど。ジャンサクのやつですか。あ、そうですね、3月3日ジャンサク。あ、行った方がいいですか。じゃあ人狼配信あるらしいですよ。田之内さんも出るんじゃないですか。あ、そうなんですよ、僕は超ド素人なんですけど、はい、なんか人狼配信出させてもらうっていうことで。あ、そうなんですか。そうなんですよ、なんとね、そうなんですよ、人狼配信がある。ポンコツ村かポンコツ村か知らないですけど、なんかもうほんまに言いただけじゃないですか、もう。いやいや。今日解説の角谷さんから感想いただいていいですか。いや、だからさっき言ったんですけどね、はい、すごいみんな競技っぽいというか、だからまあそうです、さっき言いましたね、すいません、僕忘れてました、言ったの。いや、なんかその教会ってなんかすごいこう、はい、ガチャガチャした感じの打ち手が多いのかなと思ってたんですけど、うんうん、今日いてた3人の人ってみんなね、うん、3人4人じゃなくて誰か消したんですけど、すごいどっしり構えていて、はい、なんかすごい見応えがあったなと思いました、ね、なるほど。だからちょっと僕も追い切れなかったところが結構あったんで、後でちょっとゆっくりタイムシュート見てみたいなと思いました。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。で、告知が、あ、そうですね、僕からそうですね、まあ、今日は1日通してなんですけど、ちょっと実況的なのを初めてやってみたんですけど、実況難しいですね。なんかそのか打牌だけ拾ってたらいいわけじゃなくて、なんかこう局面とか拾わなきゃいけないんで、ちょっと難しいなと思って、ちょっと修行してもう一回ね、同じことできたらいいなと思ってるんで、その際はぜひよろしくお願いいたします。で、あと明日の土曜日、27日の土曜日ですね、ちょっと僕は心斎橋にあります麻雀ズーさんで
13時1時からですね、中級者の方はフリーとかセットとかちょっとやるよぐらいの方向けの麻雀教室、明日3時間1時からやらせてもらいまして、で途中退室とか途中参加もできますし、参加費500円で特に受付とかもいらないので、ぜひ気軽に遊びに来てください。絶対得しますんで。行きます。よろしくお願いします。行きます。ちょっとやめてもらっていいですか。お願いします。行きます。はい。結構あれですよね。絶対来ないでしょ。はい、いや僕自分の告知しようと思ってカレンダー見たら思ったんですけど、はい、来週関西キングトーナメントキングの配信ありますよね、はいはいはい、それは月曜日29日。僕知らないんですけど。そうなんですか。はい、29日に誰ですか。僕です。僕、そう、僕と僕田の内麻生さん、麻生さん、アニピーさん、雄星さん、はい、津田さん。むっちゃうるさそうなタクですね。確かに喋らしたら結構一流みたいなところですね。そうですね。僕 VS って書かれてます。何時からですか。何時からです。18時ですかね。18時からです。はい、ではぜひそれをご覧にということで。そうですね。ぜひ、はい、そうなんですよ、はい、すごい見応えがね。そうですね。誰が解説すんねんっていう話ですけどね。そうです。解説できる人はみんなある。そうですね。こっち側にいる人が普段。ちなみに解説は、実況が渡辺亜美津。はいはい、麻雀連合の、最高位戦の草橋聡君。おお、大丈夫じゃないですか。麻雀連合の清水平津。おお、すごい現状ですね。どうしてしてました。めっちゃ豪華ですね。入ってますか、これ。大丈夫なの。大丈夫だと思います。聞こえました今。もう一回言いましょうか。麻雀連合の渡辺ツアー、麻雀連合の清水エイジプロ、あとは最高位戦の、草橋さんですね。はい、草橋プロ、はい、はい、豪華解説陣です。ぜひ18時からご覧になってください。ぜひお願いします。っていうかね、それすごい言いづらいですけど、はい、僕も配信あるんですよ。いつですか。29日。それも置いていきましょう。そうですね。分かりました。じゃあ、はい、それかぶせるのはあれですね。来週から僕東京に、お東京に行くんで、はい、マーチャオ秋葉原とかマーチャオ新宿に行けるんで、ぜひ遊びに来てください。行きます。はい、行かへん、行かないです。え、まあまあ、はい。はい、いや僕は行きますよ、カナンさんのやつとかも。私も行きます。あれ、放送事故、トマト事故、トマト大変だ。クラクだった。音声は生きてるんですか。声入ってます。あ、声聞こえてますか。ちょっとカメラトラブルで一回画像が消えてしまったんですけれども、一回復活しました。あ、失礼しました。あ、復活しましたね。あ、ありがとうございます。あ、すいません、はい、コメントありがとうございます。最後にカナンプロがなんかカサッと宣伝してますね。2016年と17年の日本プロ麻雀協会のカレンダーがローソンのロッピーで購入できます。カナンピーのカレンダーは、配信のカレンダーはないようです。ない、今確認して、実はありませんでした。はい、買ってください。買ってください。何個でもください。はい、じゃあ最後に、芝プロ、ちょっとこっち来てもらっても、堀さんも来てもらってもいいですか。ぐったりしてる、はい、なんかちょっとぐったりしてるんですけど。ぐったりしてる。それでは、本日は視聴者の皆様、長らくご視聴ありがとうございました。また、はい、第4回も、決まり次第告知させていただきますので、ぜひその際はよろしくお願いいたします。本日はこのあたりで失礼します。お疲れ様でした。こんにちは。ありがとうございました。ありがとうございました。